関東大震災後に復興した明治座明治座は東京都中央区日本橋浜城二丁目にある劇場及びこれを運営する企業の株式会社明治座である。明治時代からの長い歴史を持つ日本橋明治座は銀座歌舞伎座、新橋演舞場、お堀端定劇などとともに東京を代表する劇場として親しまれてきた。明治座は戦前から戦後、 昭和の一時期までは歌舞伎や新派の伝道として知られた。また、大正時代の一時期は野球部を保有していた。その後は時代劇公演や時代劇俳優や演歌歌手など年配に好まれる芸能人が座長となった歌謡賞形態の公演が中心となった。2000年代に入るとテレビ局との提携による現代劇や感激者の 世代を引き下げたミュージカル形態の公演も行われるようになった。舞台設備には宙乗り装置も常備されている。各階のロビーには所蔵絵画が多数展示されており、美術館のような雰囲気を醸し出している。また、福岡市博多区の博多座で年1回の割合で舞台を制作しているほか、明治座グループとして俳優養成機関、明治座アカデミーの運営や、 都内を中心に外食産業も手掛けている。公演方式は他の劇場とは異なり、30分程度の幕合いを2回挟む。劇場内に大人数に対応した食堂や喫茶コーナーがあり、休憩時間を利用して客を誘導するシステムとなっている。飲食店の他にもロビーには売店が多数あり、公園にちなんだ土産品や衣料品雑貨などを販売している。 建物3階受付にて、オペラグラスの貸し出しを行っており、貸し出し料は一律500円。保証料は一般的なオペラグラスは2000円、高機能な歌舞伎グラスでは5000円。弁当製造部門は明治座本体が運営しており、江東区東砂に工場があり、劇場で供されるほか、都内へケータリングも行っている。最強漬けは単体で、 主力商品としている。本劇場の前身は、江戸時代末期に両国にあった富田三兄弟による小も張り芝居で、1873年の両国共犯の工業金指令により、旧省庁に移転し、木登座として創建された。初期には消失と再建を繰り返しながら成長し、その度に名称も旧省座、千歳座と目まぐるしく変わっていった。 1893年に初代市川佐丹寺が千歳座を買収して座元となり、これを明治座と解消するに及んでやっとその名が落ち着き、今日に至っている。1931年、明治座は歌舞伎座、新富座、小築と合併し、小築工業株式会社になった。1945年3月10日の 東京大空襲で消失した明治座はその残骸を剥き出しのまま放置されていた。地元有志の間で明治座復興の機運が盛り上がり、1947年3月に復興規制会が組織された。復興規制会の下で株式会社明治座が設立され、小区からその所有権を譲渡された。明治座設立発起人準備委員会を開いたのは、 復興規制会結成から三年近くも経った九百四十九年十一月だった。北起人総代に、三輪の全米、副総代に、新田新作、準備委員に、松坂屋の伊藤鈴三郎、小畜の大谷武次郎などが名を連ね、両邸、玄野県浜田家を営む三田正吉も参加した。建設は、新田建設が請け負い、九百五十年十一月三十日に、 会場にこぎつけた。総工費1億3000万円。初日の演目は、ことぶき式3番層であった。1957年に社長が休成し、社外役員だった、三田正吉が、明治座代表取締役専務となり、同年に、漏電のため消失した、明治座の再建に尽力する。三田正吉は1967年に、社長、1993年に、 明治座代表取締役会長となる。2002年から、正さの長男である、三田義弘が社長を務めている。1993年には、再開発で建て替えた賃貸オフィスビルの浜町、センタービル低送会を占める形となっている。エスカレーターやエレベーターを備え、客席には、車椅子スペースの設置など、バリアフリーを導入している。 1873年に開場して、以来、130年以上の歴史と伝統を誇る。戦前は、小畜が経営していたが、戦後は、新殿建設の新殿新作が中心となり、株式会社明治座を設立して運営。以降、基本的に、自主工業を続けている。鉄道路線バス、ありがとうございます。